いなので、ね、ちょっとアイリンさんの星解説見たいです。私も淡路島あたりって結構クレーンゲーム玉ねぎがあるって聞いたんですけれども、どうですか？明石海峡ですね。そう、あるって聞いたんですけれども、そう、明石海峡でした。そうそう、ありがとうございます、教えていただいて。そう、なんか玉ねぎのクレーンゲームがあるって聞いたんですけど、やったことありますか皆さん？私が行った時はなかったんですよね。淡路、玉ねぎがね、有名じゃないですか。私玉ねぎ食べられないんですけれども いや、玉ねぎ苦手なんですけれども、でもやっぱりご当地のものはやった方がいいかなと思ったんですけど、なかったので渋々断念しました。玉ねぎ皆さんお好きですか？ここで手のひら返しみたいになっちゃいましたけども 玉ねぎはものによります。甘い玉ねぎならいけますよ。はい、オニオンスープとかものによるんですよ。カレーとかに入ってる玉ねぎとかは大丈夫です。でも基本私はアンケートとかに答えるときは好き嫌いはあまりないですって答えております まあ実際そこまで玉ねぎも嫌いってわけではないからです。苦手だけれども食べられるっていう感じです。逆に教えてください、私玉ねぎの良さを。サラサラになるよと。ああ、大事ですよね。サラサラになる血液。じゃあ違う食材でも頑張ります私 玉ねぎを嫌ってるわけじゃないです。玉ねぎ大事なこと分かります。なのでもう小さい頃とかもう頑張って玉ねぎ食べてましたから。食べてました。好きになりたいです、玉ねぎのこと。なので美味しさを教えてください私に。玉ねぎ大好きですって言える年にしたいと思います。過ごしていただければと思います。ここまでムーンご参加いただきありがとうございました。この先も厳しい暑さが続きますので、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。ではムーンの時間帯ありがとうございました。ここで失礼いたします。